はい、おはようございます。いちごです。いちごの独り言始まりました。昨日はねアニメを見ていたんですけれども、そのアニメを見ながら寝てしまいました。そう、なんていうやつかというと、Amazon プライムだったんだよね。杖と剣っていうのかな、剣のかな、のウィストリアっていうやつなんですけれども、なんかね、魔法学校に通ってるんですけれども、魔法が使えない男の子の話なんですけれども、剣の腕はねすごい立って、その剣でこうなんかダンジョンでね魔物を倒して単位を取得しているっていうねいう話なんですけれども、それで結構面白くてね。それとあと最近見て面白かったのは、精霊幻想記っていうやつなんですけれども、これはネットフリックスでやってました。これもね、なんかファンタジー系なんですけれども、これも面白かったですね。まだ続くのかな、話。多分私が見たのがシーズン1だと思うんですけれども、多分ね、まだ続くのかな。新シーズン間もなく配信だから、多分シーズン2があるんだと思うんですけれども、10月なのかな。もう続きが楽しみで。あとアニメじゃないんですけれども、実写っていうのかな。普通のドラマ、連続ドラマダブルっていうやつで、ワウワウのドラマなんですけれども、それがねネットフリックスでやってるんですよ。それもね結構面白くて、インフルエンスっていうやつが結構面白かったです。鈴木保奈美と大塚ねねが出てて、で大塚ねねがね、高校時代こう3人友達がいる、出てくるんですけども、登場人物ね、がなんか一人が殺人を犯してしまう、でまたその殺人をかばってなんか出頭して、でまあ少年院に行っちゃうんですけれども、そこから戻ってきて、でまたなんかこう事件が起きて、でまあお互い交換殺人みたいな感じ、あの時私はあなたをかばったでしょっていう、だから今度はあなたが誰々を殺してみたいな感じの話で、でそれを鈴木保奈美が小説家なんですけれども、それをねその大塚ねねがその高校時代のその殺人の話をね一冊の本にしてほしいって言って、こう思い出を語っていく話なんですけれども、それもねまた面白くて、インフルエンスっていうんですよ。でなんか私そういうの見ながらねお菓子を食べてるんですね。でこれチートスっていうんですけれども、これねメガドンキで買ったのね。
これすごい美味しかった。確かね100円しなかったと思うんですよね。これすごい美味しくて、で今はねカラムーチョ食べながら見てるんですけれども、なんかそうハマってる。なんかドラマとかアニメとかこう見てると、なんだろう、お菓子が食べたくなるっていうか、なんかお菓子食べながらこう、私タブレットで見てるんですけれども、なんかねそうお菓子が食べたくなるんですよね。でたまにね、なんか朝とかお菓子のどか食いしちゃう時があってね、まあ、昨日そうだったんですけど、なんかマカダミアナッツの入ってるチョコレートをね一袋食べてしまったんですね。はい、やってしまったと思ったんですけれども、もうなんかこうなんだろう、もう自分では制御できない感じにも次から次へこう食べていっちゃってて、じゃあなくなっちゃったみたいな。ねえ、なんか時々やっちゃうんだよね。自分で制御できない、もうなんかこう食べ続けちゃうっていう、なんかね。そう、ご飯とかあんま食べないんだけど、お菓子食べちゃうんだよね、私ね。なんか、お米とかはなんか、足が痛くなっちゃった。お米とかはあんま食べないんだけど、お菓子結構食べたりとかして、なんか髪の毛こんなとこに出てる、ピョンって。お菓子食べちゃうんだよね。カラムーチョが結構好きで、よく食べてます。今日ね、いつもカチューシャなんだけど、今日ヘアバンドをしてみました。なんかヘアバンドするとここがすっきりする感じ。でなんかなんだろう、こうカチューシャみたいにこういう風にこうはめないから、ここのとこがね楽なんだよね、すごい。そう、いかがでしょうか、ヘアバンドなんか買ってみた。あと昨日の夜唐揚げにしたんですけれども、唐揚げ作りすぎちゃってね、また母になんかまた作りすぎみたいな感じに言われてそう、25個ぐらいできたんですよ、数えたら。もうお皿に盛るときにね、こうやって 1,2,3,4 って数えて入れてたら25個ぐらいあって、でなんか一つがね結構大きかったの、なんかこのぐらいの大きさ、このぐらいの大きさしててね、なんかもう3つぐらい食べたらお腹いっぱい でも作りすぎだからって言われて、これから半分の量にしなさいって言われたんですけど、なんかこうね感覚がねなんかよくわからないっていうか、なんかこれでも少ないかなと思って作ってると、なんか結構大量にできちゃったりとかしてね。そうで、私はなんか
次の人が食べても全然大丈夫な人なんですけれども、なんかうちの母とかなんか続けて食べるのはなんかあまり嫌みたいなね、これ昨日食べたしみたいな感じで、毎日違うものを食べたいっていう感じなんですね。そうで作りすぎだからって言われて、いや残ったら明日食べるよ私がとか言ってたんですけど、これからね半分の量にしなさいって言われて、ちょっと頑張って減らしてみようかなと思ってます。今日の夜ね何食べようかなと思って、ホッケがあるからホッケ焼いて食べようかなとか思ってるんですけれども、そうホッケと何があるかな、まあまた後で冷蔵庫見て、何作ろうと思ったんだろう、なんか思い出せない。まあなんか作ろうと思ったんだけど、なんだっけな、ああジャーマンポテト、昨日なんかレシピ見ててジャーマンポテト美味しそうだなと思って、見てたんですけど、そうだつぶつぶマスタードがないんだ、粒マスタード買ってこなきゃいけない。それ買ってきたらねジャーマンポテトができるんで、それ作ろうかなって思って、そう今日多分買い物行けると思うんで、忘れなければ買ってこようかなと思ってます。今日何の話してるんだって感じなんですけどね。なんかこう最近はね、最近っていうかここ1、2ヶ月かな、タブレットでねなんかいろいろ見てるんですよ、お菓子食べながら。結構なんかアマゾンプライムとネットフリックスはね結構いろいろやって、たまに TVer とかもね見たりして、でご飯作ってる時は Spotify で音楽流して作ったりとかねしてるんでね、すごいタブレットが大活躍してるんですけど、このタブレットも結構使ってるんでね、なんか最近なんかこうなんか縦の棒がたまに入ってる時があって、液晶っていうのかな、なんかもうダメになってきてるのかなと思って、まあ今年いっぱいは頑張って使おうと思って、来年にね新しいのを買おうかなと思ってるんですけれども、これ私今 iPad mini 使ってるんですけど、これよりちょっと大きめのやつ、普通の iPad、iPad か iPad Air かどっちか、欲しいなと思ってるんですよね。その大きさだと多分もうちょっと見やすいんじゃないかなと思って、ミニでも全然見れるんですけど、普通の iPad の方が、普通のっていうかちょっと大きめなね
iPad の方がねいいかなと思って、うん、今年いっぱいはこれを使って来年になったら買いに行こうかなと思ってます。あ、そんなこんなで今日は雑談それでは今日のいちごの独り言を終わりにしたいと思います。あ、今日ねヘアバンドしてるって話したっけヘアバンドしてる、いつもカチューシャなんだけど今日はねヘアバンドにしてみました。なんかここら辺がすっきりするねヘアバンドだと、楽だしね、なんかいいかなと思ってしてみましたっていう話したかなちょっと覚えてないんですけれども、そんなわけで今日のいちごの独り言終わりにしたいと思います。チャンネル登録の方ね、まだの方いらしたらよかったらチャンネル登録ボタンを押してください。よろしくお願いします。チャンネル登録の方ねしていただけるとちょっと励みになるのでね、よかったらポチッとしてもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。またねー。バイバーイ。